ではツタの成長パターンといいますか、まあ、盆栽に仕立てるにあたってツタの性質ですね、特にツタ一般につる植物って言われてるんですが、そのつる植物であるツタをどう盆栽として樹形にまとめていくかということにつながる枝による成長パターンの違いとでも言うんでしょうかね、それをちょっと現物店舗の敷地内にはびこっていたのがちょうどいいサンプルがありますので、これらの性質をどう生かして盆栽として作るかっていうのを説明したいと思います。こちらはいわゆるつるとしてわーっと短期間に伸びたものです。日当たりのいいところで、勢いのいいのは未だにねこれ伸び止まってません。まあ真冬になるとね枯れて、おそらくは先端部分は枯れて元の方の木質化した部分は生き残って、そこからまた翌年成長するっていうことになります。でこの石漬け盆栽でつるを誘引している時にも説明したんですが、伸びるつるっていうのは葉っぱが、まあ、小さくて葉柄が短い、この葉柄部分ですね。で二節吸盤が出て、で次に芽がつくっていうことを説明したと思いますが、実際に勢いよく伸びてるのこの葉っぱね、しごいてみると分かります。こちらが芽ですね。で吸盤が一節二節で、また吸盤がなくて芽で、また吸盤が二節出て芽、吸盤吸盤芽となっております。まあ分子した直後の最初の節っていうのは必ずしもこういう配列になってるとは限れませんが、勢いよく伸びてるところのつるっていうのは大体このパターンで来ております。というよりもこのパターン以外見たことないです。で、このような当年伸びたつるが翌年以降どのような伸び方をするかっていうのを今度、1年2年経過した枝で説明します。このつるが1年前こういう状態だったものですね。でこれが芽が伸びて2枚葉っぱが展開して非常に短い節間です。こちらもそうですね、これもそうです。で途中ちょっと分子しているように見えてるんですが、つると吸盤と、芽の位置関係はこちらと同じようになってます。まずここが芽ですね。で芽がない節吸盤吸盤でまた芽が出て、で吸盤吸盤芽吸盤吸盤芽で、まあそれぞれ枝になってます。でこれはかなり日陰のところに、へばりついていたつるなんですが、これが日当たりのいいところですと、もうこの芽が充実して開花結実するっていう役割になります。でそちらがこれですね。でこれはつるは太いんですが、これ日当たりのいいところに生えていたっていうのもあるんですが、伸び出してからもうこれでね、1年2年3年4年経過しております。この開花結実する枝っていうのは節が短くて枝が太くて、そこから出る葉っぱは葉柄が長くて葉っぱ自体も大きいんですよね。これちょっと剥がしてる時に取れちゃったんですが、こういう葉っぱと葉柄になっております。だから全然違うんですよね。で、もう一つ同じパターンの、ちょっと細い枝を用意しましたが、これも開花結実こそしてませんが同じパターンです。つまり何年か前にこれつるが伸びたんですね。でそこから、出た芽が、これは葉っぱの節からすると 1,2,3,4,5 6年経過してますね。つまり開花結実するつるっていうのは、1年に2枚葉っぱ展開します。でその葉っぱが大きくて葉柄が長いっていうことですね。で途中ですね、このようにちょっとつるが出て、してまたすぐ止まって端子っていう葉っぱの大きい枝になるんですけれど、よくねミニ盆栽なんかだとこういうものをね挿し木するとかしてやるのが多いんですが、ちょっとねこういう古い部分っていうのは挿し木しても根がつきづらい、どうしてもね根っこが出やすいのはこういう若いつるなんです。で例えばこれを切って挿し木するとなると、まあミニ盆栽これが最初の幹になると思うんですが、 1,2,3,4 節でこれを挿すと、もうこの距離で、まあ、一番最初の芽を土の中埋めるとしても、この吸盤の節とこの吸盤の節、これ枝出さないわけなんです
するとここからまた芽が出てきて、それを端子にするとか、またつる伸びていくとかっていって、あの枝作りになっていくんですけれど、大きいサイズの盆栽だったらば、まあ枝の距離が長くてもいいと思うんですけれど、小さいコンパクトなものである程度その枝を分枝させるっていうには、こういうねところの枝からスタートした方が、まあ、かっこいい盆栽になりやすいっていうんですかね、枝があの作れるっていうことになるんですけれど、なかなかねツタっていうのは、まあ、他のケヤキとかモミジとかカエデとか、ブナのようなあの雑木盆栽の主力よりもちょっとマイナーな、樹種のようで、いろいろ盆栽の本を読んだんですけれど、そこまでなかなか解説してるのは私の読んだ限りではあまりなかったようなあの記憶がありますが、じゃあどのようにして、盆栽素材するかっていうことなんですけれど、今度こちらのこの、まあ、あのツタはですね、こういう端子がずっと少しずつ年間あの1センチぐらいずつ伸びて、育っていった部分、ツタの古い木 の, あの上の方にあったの、それを格好のいいところを切って、それにツタのつるを挿し木して、そこから出た根っこを継ぎ木したもの、まあ根継ぎしたものなんですけれど、これはつるの部分が全然ないわけなんですね。こういう部分があのずっと連なってた部分で、つるの部分がないから非常にね、その石管が詰まってるところだから芽が出やすいわけです。でこれも継ぎ木して足掛け3年なんですけれど、その間肥料もあんまりやんなくても、このように途中から石管の詰まった枝が出てきております。これは最初はなかったやつです。全部その動いてる芽はこの枝の先端だけだったんですけど、で時々ねつるを伸ばすんですけど、まあ、この鉢はちょっと肥料かなり控えたんで、つる伸びなかったんですけれど、途中から出てくるつるをやはり温存して伸ばしてやって、でそれをあの健康に茂らしてやると、そこにつながる幹は太っていって、まあ、先端が細くて裾に行くに従って太くなってくる、まあ、いわゆる盆栽でいうところの苔順のいい木があの仕上がるということですね。でこのつるを誘引した石漬けの盆栽なんですが、実はこちらもですね、ちょっと自分としてはまだつるの配りが不本意なところがありまして、ここのところここがあの一番メインになる幹のところになるんですが、ここは節の詰まった枝なんですね。でここがちょっとつるが伸びて、で、ここの先端からわーっと今年伸びたつるなんです。つまりこの葉っぱを茂らすとこっから太っちゃうわけなんですよ。できればここの先端の方はつるを伸ばさないで短い伸びで止まる目にしておいて、途中のところからのつるをわーっと伸ばしてやれば、まあ、しつけ根に行くに従って、太くなる、まあ、いわゆる苔順のいい木に仕上がるっていうことなんですが、まあ、あのそういったこともね、あまりうるさく言う種類の木かどうかっていうのはちょっとわからないんですけれど、いわゆる盆栽一般のセオリーでいうところの苔順のいい木っていうのはなかなかねツタの場合は作れないような気がしております。ですからこのようにあの骨格部分につるの部分が一切ないものを出てくる芽を、取捨選択しながら育っていく方が、まあ一般的に言う盆栽でのセオリー通りの樹形は作れるんじゃないかとは思います。こちらのものなんですけど、この絡めてあるのは全て今年伸びたつる、つまりこの枝に相当するわけですね。葉っぱは落ちちゃってますけれど、でこっからまた翌年どういう伸び方するかっていうことなんですけれど、こういう伸び方する枝も出てきます。それとあとこのように特にあの最初に伸びた太いところの元に近いところのつるの芽は割とねこういう開花結実に備えた石管の詰まった葉柄が長くて大きい葉っぱを展開する枝になると思います。で両方あっていいんですが、その株の肥大成長につながるのは実はこの開花結実する枝の方が木は太るような感触は今までの、 あの観察とか栽培経験で得ております。この枝の太り方なんですけれど、このつるが一番古いんですよね。で分枝してるのはそのこのつるが伸びた翌年以降こっから分枝して伸びてってるんですが、この一番古い伸びたつる成長子よりも
分枝した開花結実した枝のが太くなってるっていうのがあるんですね。つまり開花結実する枝から出る葉っぱの方がまあやっぱり花を咲かせて実をつけるっていう役割がするだけあって、太りがいいんじゃないかななんてね、考えてるんですけれど、要するにこれをこのまんまそのまま太らしていくと、ここが細くってここが太い、やっぱり格好悪いわけなんですよ。ですからここなんかもうすでにその兆候が出てるんですよね。ここはつるで途中節が全然ない、ここは節が詰まってて管理の仕方によってはそれぞれのとこから枝が出てきます。だからここを短縮してやりたい、あるいはある程度株元が太ったらこっから取っちゃってこっから出てくる枝で作り直すっていうのもありますけれど、まあかっこよくバランスよく太らせるにはそういうコントロールなんかも実は必要になってくるんじゃないかなというのは今までの栽培経験でそういう感触を得ております。まあツタ盆栽を作るにあたって本来の野生状態ではどういう伸び方をしているのか、盆栽としてかっこよく作るにはどういった性質を利用したらいいのかなんていうのをその長年考えて自分の栽培に反映させてはいるんですが、まあとは言ってもやっぱり年々やることっていうのは大体決まってきちゃってるんですけれど、まあこれは今年初めて石漬け盆栽として、でしかもそのつるを伸ばして作るっていう取り組みでやったんですが、石漬けじゃなくってまあ単独の仕立てでこのようにつるをいっぱい伸ばして、もっとこの倍以上伸ばして茂らせてるっていうのはもう何鉢かあるんですけれど、まあそれらと並行してどういう管理をしていくか、まああのあんまり難しいことはないんですね。まず病気と害虫から守ってやる。ただこれだけのつるの長さをこれだけコンパクトにまとめるとかなりね鬱蒼として茂ってきます、来年の成長期は。となるとまずものすごい乾きます。でツタっていうのは非常に水を好む植物だって言われてるんで、実はこれ今シーズン葉っぱ茂らせて伸ばしてた時も夏の間は受け皿を敷いてもう水やりの時はそこにも溜めるようにして、それでも真夏は半日ぐらいでなくなっちゃいましたがね。ですから水切れに注意ということと、あと病害虫から葉っぱを守ってやる、ブドウスカシバなんかこういうね茎の部分も食害するっていう、そういうことに気をつけてやればツタは本来日本原産の植物ですし、よほど水を切らしたとか全く日陰に置いたとかっていうことない限りそれなりには育ってはいくと思いますが、石漬けっていうことでは私も初めての取り組みですので、今後どういうふうにしていくか、あるいはそのもっとかっこよくするにはどういうアイデアがあるか、他の盆栽の種類で応用できる技術があれば使っていって、こちらでまた紹介できたらなと思います。